PC エンジンファンの皆さん、こんばんは。ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは397本目ジェノサイドをお送りします。パソコン X68000 からね移植されました、ロボットアクションゲームでございます。はい、この、ロボットに乗ってね、名前なんだっけ、乗ってこんばんは、ワコツです。暴走したね、コンピューターマリアを、止めるためにね、頑張るというストーリーですね。はい、ノコンキッドさん、スズさん、シャトルさん、アラン・プロストさん、ロッコメさん、カズキューさん、黒金さん、ジュネさん、トウヤさん、ゴールデンバーグさんでした。はい、92年6月26日発売、森さんが一番さんでした。ブレイングレイ、ブレイングレイさんね、あのラスマゲのおなじみ、ラスマゲ、エフェランド、ジリオラ、ジェノサイド。残念ながらこれがね、ブレイングレイさん最後のね、ソフトになってしまいましたけど、この後ね、ラストハルマゲドン2とかね、予定されてたんですけどね、なんか倒産したみたいで、はい、出ませんでした。スーパー CD ロムロム、6800円、アクションゲーム、一人用でございます。カッターしないからね、中身は男ですね。誰だと思うんですか、ブレイングレイなら BGM 期待です、ね。誰でさんですか。BGM はね、X68000 のそのままね、取り込んでる、ね、FM 音源をね、そのまま取り込んでますよね、CD で。はい。こんばんは、早い検査でした。バックアップは、ついてません。コンテ回数はでもね、無限でございます。無限コンティニュー。早い検査のシエルさんでした。アレンジはね、されてませんので。はい、そのまま。ワコツジェノサイドです。ワコサイド。20個目さん、21個目さんでした。PC エンジンでね、珍しく FM 音源が聞ける。ゲームですね。はい、行きましょう。和骨です。21個目さん、10万石さんでした。ベスティがいけると思います。あ、トレーサーだ、トレーサーね。シャトルさんが1400プトニコに広告しました。シャトルさんあれです。2212年、人類の苦悩は頂点に達していた。太陽系の星を何度破壊しても余るほどの飾りだけの爆発物の数、増え続ける人口、国際的テロ活動、国家間での極端な貧富の差などがある計画を実現させた。猫じゃらしさんいなし。その計画とは、地球上における全ての国家間を一つのコンピューターで統括しようという大胆な発想から始まり、各国家の政治はもとより治安軍事施設に至るほとんどを統括するのが最終目的とされた。そのため当然全てが極秘のうちに進められ、現在においても一切公表されていない。2172年、ついに人類の夢と希望を叶えるべくして超ニューロコンピューターメシアが活動し始めた。ルドさんです。頂点に立ち、黒川さんです。ついにね、人類の全て統括できるコンピューターが完成した。猫さんあります。2172年、ついにメシア、これが全てのもうあらゆる地球を、なんか今になるとリアルなストーリーだな。これ、R国のやめない。全世界をね、もう。G! 悪いコンピューター。G! G! G! E! E! Yes! Yes! またコンピューターに丸投げか。N! メシア、そう、36個目さん、7個目さんですよ。そうなんです、それが暴走してちゃう。O! C!D! 未来から救世主が送られてくるのか。 E! ジェノサイド。はい、ジェノサイド、全てをね、抹殺、なんか暴走したみたいですよ、メシアがね。第35位にランクインしました。はい、それを止めるべくね、はい、このランディ、ランディコンピューターの名前ですね、ね、ニューロコンピューターとか。各部のチェック全て OK です。防塵シールドセットしました。オロッパス前線基地周辺10キロまでイオンシールド解除完了。はい、42個目だね。主人公がこの龍ヶ崎健、ニュートレーサーズね、ジャパ出身の龍ヶ崎健ですね。ジャパンの名残があるところですかね。44個目だね。トレーサー冷房入るんだろうな。お望みであればマイナス70度まで下がる。マイナス70度まで冷房がついてる、素晴らしいね。ありがとうよ。ホログラムオープンします。はい、ホログラムオープン。赤戸大門さんです。マリアさんは何ですかね。何くだらないこと言ってるの。ケン、
あなただけが頼りなのよ。大丈夫？おじさんが来てくれ。任せておきな。コンピューターの化け物ぐらい簡単に畳んでやるぜ。とにかく気をつけてね。ここを出るとどこまでホログラムが届くかわからないのだから。もうホログラムがね、もう2200年になると通信はホログラムでもうあれですよね。外部遮蔽装置作動、10秒で全ての更新はクローズします。とにかくザップネットにつき次第メインチャンネルで連絡してね。はい、マリアさんね、はい、事務所の人ですかね。外部遮蔽装置作動完了、メインゲートオープン。さあ、ランで行くぞ。まず1面、2面、3面からね、オプションが使えるんで、ベティというオプションが使えるんで、そこまで行きたい、ね。はい、なんとね、このロボットですけど、忍者みたいにこのシャンとね、バク転とかできる。ほっ、トゥーベベベトゥー、これ、バク転じゃ無敵ですからね、前転、後転は。ここでいいのでは、イエス。出てまだないぜ。そうだ、こういう子が中ボスを倒さないと勝ち切れない。よし、オープン。いかさん、もうね、もう2200年のロボはすごい、すごい子だ。トゥー、中のパイロットはどうなるんだっていうんだよね。中のまあパイロットのは酔わないようにね、おそらく回転しても固定されてるんじゃないですかね。おらあらららええ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 え基本はね、でもね、ジャンプ切りが良かったから、ジャンプ切り、これね、面繰りでステージ、あの体力回復しませんからね。たまに出る体力メモと1個ね、下に1ポイントゲージの下に1個あれがあります。あれ体力タンクなんで、なくなっても、体力タンクはね、あれば回復します。赤とダイモンさんが700ポイントに広告しました。赤とダイモンさんが出てくる。おぶっ、えてててて、スピーディーなアクションが売りですね、このね。うー、ランディ、外の様子はどうだ。動力装置内に生命および動体反応がありません。73個目されたい。赤とダイムされたいです。それにしよう、メシは何のためにこんなものを作ったんだ。もともとは大気循環装置で、主にオゾンホールの修正のために設置された建物だったのですが、今までブランクス君が調べたデータによると、メシア自身が作り出しているバイオ戦士たちの動力源の生産が主な目的となっています。その他、外敵に対する情報探査、生命体の材料収集等です。メシア、生命体の材料収集、一体何のことだ。質問に対するデータファイルはありません。お前、ニューロコンピューターだろう。ファイルになくても材料収集といえば何かを作るためだろうが、少しは頭を働かせよ。私は戦闘用トレーサー形式 770701X、 コードネームランディです。有機体生物からお前と呼ばれる必要を私は認めません。生意気なコンピューターですね、これね。何、有機体生物だと。通信回路オープンします。メインチャンネルでオロンパスからのコンタクトです。お、出てきた。おそらくメシアの仕業だろうと思うが、北極圏のコロニーが消滅した。え、北極圏ですか。しかし、なぜ北極圏のような人口の少ないところが。それなんだが、
メシアの目的がはっきりしないんだぜ。とにかく各国の評議会と連絡を取って現在調査中だ。ところでザップネットの様子はどうだ。オロッパスで見た資料映像とは全く違います。出てくる化け物たちもはっきり言って手応えなしで楽勝ですよ。かなりダメージ受けたんだけど。なあランディ、敵の攻撃頻度に対する攻撃及び回避係数とトレーサーの破損状態から計算するととても楽勝とは言えません。あ、コンピューター分かってるね、さすがね。はい、ランディさん分かってる、楽勝じゃないとね。心にヒットポイント半分減らされてるし。ランディ余計なことを言うんじゃねえ。ゲーム油断するなよ。メシャは日増しに強大になっている。とにかくメシャは何かを始めたことに間違いない。少しでも早くメシャを止めるんだ。頼んだぞ。動力装置内に残っていたバイオニクスを確保しました。自動修復装置でのリペア完了しました。出口での…これでも回復してないよ。じゃあ次のメニューも。こう回復したって言ってんのに。よし行くぞ。わあ、こいつで。あ、痛い痛い。これは体力回復だ。よいしょ。ジャンプ切りが確か。ジャンプ切りが良かった。ジャンプ面だね。あ、ここはいやらしいポイント。これジャンプ切りで行くしかない。第2陣。まとめて切らない。飛び道具はね、3面になったら出てきます。3面になったらオプションがつくんで、そこまで行きたい。2面のね、この後半が難しいんで、この後はこの後は大抵初見殺しのゲームオーバー地点ですね。ここでゲームオーナーだりする。ここはなったりする。オープン。さあ後半。やめろ。素早く動くっていう。あれね。お、まだまだ来てる。これ忘れてた。しぶとかった。あ、ここでゲームオーバーですね、まずね。こいつらが山ほど出てくるんで。体力が少ない。安心してください。無限コンティニューです。コンティニュー。ここはもうひたすらジャンプ切りで入るしかない。はい、だけ90個目されて
そうなんです、こっからね、シンセル、コンティニューエリアはね、割と細かくやってんね、難しいゲームなんでね。で、ちょっと、大丈夫、見ていいかな。ワンダです、ワンダです、よし、よし、和国です、よし、すいません、ノーカッター、ノーカッター、だからこのカッターで切らないと、そうなんです、ここをね、突破するのにね、すごいかかりましたからね、昔、あ、でもダメだ、突破できない、あー、よし、この赤で終わりだった、確か。エアバック倉庫、なかなか面倒くさい相手ですね。どうなんでこれ、まとめて、まあ、あいけけけ、あいてて、そうなんですよ、ここはね、なかなか突破できなかったんですけど、このジャンプ切りで、あー、くそ、ジャンプ切り殺法がいいわっていうのが判明して突破できました、ここはね。あ、どうだったかな、プレイ動画上げ出すところだったから、今やると結構長くかかるかもしれないですね、覚えてないから。でもとにかくジャンプ切りはおすすめですよ。これ当時ラスボスがねすごい強くてね、ラスボスの倒し方見つけるのに十何年かかりましたね。そうなんですよ、ラスボスが倒し方、当時諦めたんですよ、ラスボスで、ラスボス倒しなんで、久しぶりにやるかって思って、でようやくねラスボスの倒し方たまたまね見つけたんですよね。どうなんですよ、ずっと放置してたんですよ、もうやってみるかって思ったら、あ、これです、これ、この反転は無敵ですね。着地はまあ当たりますけど、あー、おお、なんだなんだ、うわー、これこれすごい。でも安心してください、安心、こっからですね、ステージの最初戻されませんから、安心ですね。でいいな、ね、でこれはこれ、あらら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 、どこだろう、昔ワンコインのぐらいしたことあったんですよ、プレイ動画開けた時は。3面でパープできます、ほら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 、クレジット制がちょっとね厳しかったですけど、そういうのね、慣れたらね、慣れたらというか1回だけワンコインしたんですね、そのプあげましたけど、プレイ動画上げたときはもう一番うまかった、あのときは一番うまかった。どうる、あ、次でね、オプションがお楽しみの、このオプションショットがつきますから、おにぎり1個で命をかける男、まったく、なんてところなんだ、おっと、ごく弱い胴体反応を確認しました。スキャナーを増幅して再度確認します。また素敵な怪物たちのお出ましかい。はい、117、ごめんなさい。は
今からカッターより鋭いのがね出てきますよ。肉眼で確認できます。人間か。 98% の確率でホモサピエンス、いわゆる人間と確認しました。言い忘れましたが、外気を遮断できるカプセル状の中に存在しているようです。なんとオプションはね、ベティゲイじゃないです、ベティ。言い忘れることもあるわけだね、ニューロコンピューターなら。よし、メインハッチを開けてくれ。ご希望とあれば開けますが、生存時間約3秒、死亡する確率は 100% です。おい、開けるんじゃねえ。開けたら3秒で死ぬところなんだもんね。可愛げのないコンピューターだぜ。じゃあどうすりゃいいんだよ。先ほどから人物検索とあらゆる通信手段を使ってコンタクトしています。最初から説明しろよ。お前性格直した方がいいぜ。3秒だよね。よし、検索結果急いでくれ。早くググってくれ。ホログラムおよびサーモグラフ分析完了。名前はロベルト・キーナン、年齢55歳、国籍はドイツ連邦共和国、職業世界ドイツ連合第2期メシアシステム開発主任。お、メシアの開発主任がね、こんなところに閉じ込められてる。世界最高司法省に起訴、2200年アラスカ処刑事例。あら、殺されてるのに、殺されてるのになんでいるんだ。ドロジーさんあれです。キーナン博士だって。キーナン博士が。救助部隊到着まで13分です。どうもキーナン博士ですか。私は国際平和要求会の龍ヶ崎です。メシアを停止させるのが任務です。しかし処刑されたはずの博士がどうしてこのようなところにいらっしゃるのですか。薬物実験の機能を停止させたのは君たちだったのか。助けに来てくれたわけだ。実に20年ぶりに人間と会話するよ。しかし今詳しいことを話している時間がないようだ。動力装置内のプラズマ融合回路が反作用を起こしている。このままではあと30分後には小規模ではあるが破壊が始まる。救出部隊が十何分後に来るから大丈夫です。ザップネットとアルザスの動力装置は同期して稼働していると考えられます。片方の機能が停止したことによってオーバーロードを起こしているとすれば、反作用を30分で阻止するのは不可能です。なんだそりゃ。しかしよくここまで来れたものだな。龍ヶ崎君の相棒の動力源は何なんだね。私がお答えしてます。バイオニックス系を主とした動力源とし、リペア系にもバイオニックスを制御することを可能としています。ジャッパネットはあるのね。ジャップネット、ジャップネット、人類もついにバイオニックスを制御できるようになったのか。バイオニックス制御ですから、あんな動きはできるんですね、ロボットでも。バイオニックスのおかげです。もちろん、バイオニックスを制御できるのなら、今私が開発しているプロテクターもコントロールできるはずだ。範囲4生態、あ、これです。これがね、はい。開発コードネームはベティ。コントロールになれるまでは大変だが、慣れれば外気中に揮発したバイオニックスを吸収し、強大な破壊力を持つ物質になる。役に立つかもしれない。持ってきたまえ。やった、ありがとうございます。礼を言うのは私の方だよ。このマグネット貢献やりました。急ぎましょう。気温静止30度、湿度 89%、 大気成分はバイオニックスとの気圧成分で蔓延しています。 OK。 さあ、ここからベティさんが出てきますよ。見てください。溜めて、はい、弾が出るとね、はい、見てください。これいろんな方向にベティが打てるわけですよ。これがもうね、はい、これがもうメイン武器となりますね。いろんな方向に、はい、はい、飛び道具がやったぜ。はい、はい、いらっしゃい。ただ反転するとためが切れちゃうんで、歩きながら OK ですね。モグラたたきみたいに。どうなんですか。これはね、開発工期がね、これ説明書に最後書いてあるんですよ。ね、最初は CD ロムで開発してたんですけどもね、もうダメだと。巨大なキャラとアニメパターンがメモリー必要するんで、一面に敵が1、2種類しか出ないという苦しい状況に陥った。だからキャラサイズ縮小し
したりね、アニメパターンを大幅削減しようと思ったんだけど、その時スーパー CD ロムが出てきたんでね、それでやったぞということで、結局完成間近のね CD ロム版をお蔵入りにし、再度スーパー CD で挑戦したということでね、今思い返すと非常に困難な道取りでありましたが、これぞ2メガアクションというものができたのではないかと、あの時思い切ってよかったと発売するに際し痛感に、実感、痛切に実感しますということでね、はい、やった、こんなこともあろうと、最初は頑張ってねキャラの帰宅してなんとか移植しようとね頑張ってなんとかやってたけど、ね、スーパー CD になるんでやったぞということで、これで巨大なキャラが作れるようになったわけですよね。これね、スムーズに動くと。食べた、よくやった。素晴らしいね、開発のスタッフが。はい、それでは、ジェノサイド。駿河屋さんでは換金1790円、負けプレ1690円、ぜひお買い求めください。Amazon 価格説明書欠品のものが1755円から、換品2095円から、新品5000円にて販売中です。はい、非常にね、難しいゲームなんで、腕に自信のある方は、ぜひチャレンジしてみてください。まだまだお手頃。はい。もし詰まったらね、私の動画を見てください。はい。はい、前回はですね 11.1% でした。 11.1% でした。今回上がってるかな、まだまだお手頃。よいしょ。テレ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 デデデンテレ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 デデデンテレ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 デデデンテーン。スーパーファミコン版はね、2なんでね、はい、ジェノサイド2は、ファミコン版なんで、ジェノサイド2って割と高いですよね。2も面白いんですよね、PC エンジンには移植されてないんで、PC エンジンは1、ね、スーファミで2が移植されてます。あら、ちょっと減ってる、8.3% なんで。若干減ってしまいましたけどね。はい、腕に自信のある方は。スーファミ版は単品15,800円です。高い。私3,000円ぐらいで買いましたけど。スーファミ版はまあジェノサイド2の方が簡単ですね。はい。ワンワンね、ずっと難しかったんですけど、ラスボス倒し方がわからない人はね、私の動画を見てください。分かってしまえばね、超簡単だったんですけど。はい、ご視聴ありがとうございました。今日は、ジェノサイドをお送りしました。明日のマラソン枠は、あの名人がついに登場です。オでした、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 オでした。はい、オでした。あの名人ですよ、おっぱい、オトです、オでした、オでした、オです。名人、わかった、武田信玄棚を包む、武田名人、オでした、オです、オでした、オでした、名人が、オです、オです、オでした、オでした。